Space Monkeys TV。はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、お盆休みに突入しましたが、皆さんの方は大雨警戒警報は大丈夫でしょうか。徐々に九州からね、日本列島を渡ってね、かなり長期間で、そして大規模なね、大雨警戒警報が出ていますね。皆さん、命を守る行動、そして十分に注意して、次のに行けるときに、行ってみてください。それと、あともう一つなんですけど、コロナウイルスがまたね、かなり猛威をね、振るって感染拡大していますので、皆さんはまた、釣りに出かける際には完全なこう密をね避けて、直行直帰寄れるところは最小限にしてね、釣りを楽しんでみてくださいというところで、今日の新作ルアーもゲットしてきました。それがこちらの前にですね、実はですね、視聴者様からいろいろな贈り物をいただきましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。バッスリ君、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お手紙読みます。サルさん、15人におめでとうございます。これからも動画楽しみにしています。暑い日が続きますが、お体に気をつけて頑張ってください。またイベントで会える日を首を長く縛っています。少ないですか、使ってください。ありがとうございます。いつもこちらの手紙がファンレターですね。ありがとうございます。呼ばせていただきます。さあ、こんにちは。僕は山梨県に住む小学校4年生の、ペンネームでいいかな。カイカさん。カイカくんなのかな。いつもサルさんの動画楽しく見せてもらっています。普段は家族で釣りをしています。という形でね、いただきました。僕は今年8月にバス釣りを始めたばかりで、まあ初心者ですが、サルさんみたいにたくさん釣りたいです。新しいベイトリールを買おうと思いますが、何がおすすめですかというようなコメントをいただきました。お誕生日とかに買ってもらうようにね、新しいベイトリールはね、シマノのね、ニーチアンタレスなんかがいいと思います。まあお父さん、6万円、7万円用意してあげておいてください。次なるレターはなんと、ルアー入り、スティーズシャット 54SP をいただきました。台話ですね。さあ、手紙の主は一体誰なのかっていうところで、決議が爆発さんからでした。ナイスネーミングセンス。赤坂折からのスティーズシャットでした。ありがとうございます。また使わせていただきます。さあ、バッスリ君からもらったものたくさんありますので、ざっくり紹介していきます。YG ラボですね。ロリポップ。これは水君が確か投げたな。こんな感じのカエルなのか。一体何なのか。ビッグベイトっぽいトップ。むむ、これはなんだ、ミステイクルアーマイキングっていう形で、お、ビッグメイト、あ、いいですね。ハンドメイドでしょうか。こんなようなルアーをいただきました。いつもありがとうございます、バッスリ君。また、大切に使わせていただきます。ということで、今回のルアーはこちら、台場から出ました。これ、シーバスのルアーなんですけど、バッスリのビッグメイトとしても使えちゃうんじゃないかということで、モアザレイジファシャット J156 フローティングの、なんと新しく追加カラーが出ましたので、紹介していきたいと思います。価格はなんと2723円。これでシーバスからこれバス釣りのビッグベイトまで絶対にいけちゃうニューカラー、早速開けて4分間で終わらせたいと思います。さあ、台場から出ました。今回ニューカラーが追加ということで、モアザンレジファシャット J156 フローティング。ま、前からあるね、これビッグベイトなんですけど、元はね、これシーバス用のビッグベイトだったんですが、ということでこちらがリアルアイなんですけど、その他あと2色はこちらの画像を参照してください。こんな感じで3色追加になってます。ま、知っての方もいますとか、知らぬ方、これ結構、ビッグベイトにしては価格的に2723円税込みでキャスティングで買いましたが、なかなか狙い目だと思います。長さが156ミリ、重さが 43.5g です。まあ一般的なビッグベイトのロット、もしくは、MH のちょっとそういった 43.5g 投げれるよっていうようなロットだったら多分操れるのではないかなと思います。こちらの頭についてるフィンがかなり水押しがいいそうなので、ワイドスラロームアクション。まあ大きな S 字をこんな形で描いて動くような、そんなジョイント系のビッグベイトそうです。ちなみに尻尾はこれ柔らかくないです。これはハードベイトのマテリアル、つまりこれはプラかなですね。硬いですね。まあまあシーバスやってる人だったら分かると思いますが、こういったねボートシーバスとかってスピニング大体ね 40g から 60g まで投げられちゃうスピニングが結構多いんですよ。だからこれも 43.5g っていうちょうどねいいところでの重さで作ってあるんだと思います。なんで自分はこのラテオ、ダイワのラテオ、ボートシーバス用のロットなんですけど、これが 40g 投げれるんで多分まあ 3.5g ぐらいオーバーしますけど、スピニングでも多分投げられちゃいます。つまりこれシーバスでももちろん使いますけど、もちろんねバスでもスピニングで投げられる。そしてゆっくり巻くことによってデッドスロー水面直下から早く巻くとワイドスラロームの動き、そしてトゥイッチでこうドッグウォークもできちゃう、そんな万能なねビッグベイトになっちゃいますので、
このスピニングが幸せなロットなんですけど、これでブラックバス狙ってもいいんじゃねえかなと思いました、4分で伝えるなんですよ。大体5分ぐらいになっちゃいますが、皆さんも見つけたらこのモアザンレイジファシャット J156 このようになってもいかがでしょうか。以上、スペースオンキティでした。